クローンタン駅は、太陽国の首都バンコクと、フワイクワーン区にある、大国有鉄道東線の駅である。クローンタン駅は、太陽国の首都バンコクとの、人口約7万7千人が暮らす、フワイクワーン区にある。東駅付近には、エアポートレールリンクの駅は設置されていないが、車両基地が近くにある。東駅から、都心部北側を迂回し、北本線。 バーンスー走車場との間にバイパス線を建設する計画が1930年代からあるが実現していない。1990年代にはホープウェル計画による東線の高架化工事が一部着工され、東駅構内でも高架橋の建設が開始されたが、1997年の同計画中止に伴い建設は中断された。 高架橋の構造物は施行途中の状態のまま、残存していたものの、エアポートレールリンクの建設に際して、ホープウェル計画の構造物は撤去され、新たな高架橋が建設されている。1908年1月24日に、大国鉄東本線第一機工事区間、クルンテープ駅茶中にさをかんが完成し、それに伴い、当駅も開業した。 クローンタン駅構内地平駅で、島式ホーム、片面ホーム各一面を有していたが、エアポートレールリンクの建設に伴い、施設の一部が撤去され、地平の本線に並行して、エアポートレールリンクの高架橋が設けられている。現在、プラットホームは一面一線の防線駅だが、その西隣に交換設備が設けられており、早朝は、多くの列車がここで離合する。 ありがとうございます。